りましょう。ああ、使っちゃった。こっち側ですね。まあ、だいぶ息が長いから余裕ですね。あ、お腹減ってんだ。お腹減りメーターがちょっと見えづらかった。あ、ドロイドくんはついてきてくれるんですね、こっち側にちゃんと。へえ、優秀だな、本当に。よし、戻ろう。これ便利だ、本当に。あ、いいか。ふう、到着ですね。一度セーブしてみましょう。あの海底のところちょっと直しに行きますか。このガラスとか持って行って。これ分けられないのかな。これで、あとシルバーでドリルか。何が必要なんだっけ、ドリルは。あー、青い鉱石まだ取ってきてなかったな。置いときましょう。先にあの謎の海底基地を修繕しに行きますか。また人参が大量に手に入った。これ置いといて、このフロア持っていけばいけそうですもんね。どっちだったっけ。あれ、ドロイドくんが増えてますね。よくわからない。意味がわからないんですけど、なぜか増えてますね。とりあえずこっち側行ってみますか、海底基地。こっちの方かな。これで行きましょう。これ便利だわ。移動がだいぶ楽ですね。あ、これ新しいドロイドくんなのか。じゃあこれもちょっと追加で起動させますか。2つあればさらに捜索範囲が増えるでしょう。もうサメもなんか一発で倒せそうな勢いだもんな。そうですね、眠りについたドロイドくんが、あー、いたいた。はい。2体動かしてる感じですね。こっち側かな。あ、ゴールドがある。先ゴールド取っときますか。この辺りかな。いいですね、索敵範囲がだいぶ増えましたね、このドロイドくんのおかげで。で、こっち側も基地にしとけば、また探索が楽ですね。ここか。さあ、どうやって直すかなんですがね。なんか水漏れしてるところがありましたもんね。なんかテーブルとかある。これ用意しときましょうか。フロアで直せんのかな？どうやって直すかよくわかんないですよね。ああ、これだ。これこれ。これガラスで。ああ、直せたっぽいな。これをやっていけばいいのかな。鉄のあれか、ガラスじゃなくて。あ、これはガラスか。あ、でもこれじゃ直ってない。
またどこだ？まだダメですね。あとどこだ？あ、あっちか。まだ音がしてるな。こうか。ここと。まだあるのかな。直らないのか、これは。あ、2つある。どうやったらこれ水が抜けるんだろう。この上の階は大丈夫かな、もう。次の回見てみますか。あ、なんかあるいっぱい。ちょっと残しておきましょう。ここの回も埋まってますね。直らないのかな、これって。すごい、イルカが鳴いてんのか？この階も大丈夫そうですね。これ水漏れ直らないのか。だとしたら意味ないな。ここら辺も大丈夫そうですもんね。水漏れ直らないのか。ああ、これ一度塞いでみますか。意味がない。おお、水が引いてる。やりましたね。これは何なんだろう。これ使えばもしかしたら水がなくなるとかかな。あ？使っちゃった。ああ、もったいないことした、もしかして。もったいないことしちゃったかもしれませんね、今のは。何だったんだろう、あれは。なんか地震が起きましたよ。あ、水が下がってきてる、どん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 と。いいですね。ハーベスト入れとくか。これだいぶでかい拠点手に入りましたね。はい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 。ああ、なるほど。これが自動で掘るやつなんだ。あ、ミスった。こんなのが欲しいわけじゃなかったのに。回収できないのか。あ、回収できた。なるほど。これが自動のやつなんですね。
はい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 。なんか陽気な音楽になってますね。徐々に水が引いてる、なぜか。どういう原理かわかんないですけど。なんだこの音楽は。何が起きてるんだ一体。